以外のは見ちゃダメっていう話なんですか、どっちですか。後ろのさひりちゃんが可愛すぎる。大物作家2人がとんでもないことになっている。うわっ、びっくりした、これモザイク、あ、モザイクだよね。これいいんですか、正宗の正宗が正宗した。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはエロ漫画先生第12話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたクラシックリアクションシリーズアンケート部門第25弾ということでエロ漫画先生やっているわけなんですけれども、今回で最終回でございます。第12話でございます。前回ついにね、世界で一番可愛い妹という正宗とエロ漫画先生の共作がついに発売されたよっていうところで、まあなんか前回で終わってもいいんじゃないかみたいな感じの流れだったんだけど、今回エロ漫画フェスティバルというタイトルで何が行われていくのか、いろいろ注目していきたい。また新しいお話が出てくるのか、どんな困難がさぎりちゃんを襲うのか、いろいろと注目していきたいところでありますので、今回も楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。最後まで楽しく元気よくやっていきましょう。鍛えよ心、磨けよ体。さあ、ああいいね、いいアニメーション、その25。さあ、お面メルル、面白かったって言ってくれてるじゃん。かわいい、このアングルはすごいな。もうエロ漫画先生、なんかエロ漫画先生女の子説っていうのはもう出てる気がするよね。青秘策、うん、あああん時、あっやばい、おっさんが覚醒してしまう。なるほどなるほど、あの裏か、可愛すぎるな。え？え？いいんですか？これ多分バンされるよ、バン。バンされるんじゃないですかね。そうか、村正先生、なんか、遠巻きに村正先生とあのエルフ先生の顔バレしているわけなんですけど、まあ、大丈夫ですかね。勝手にあの同業者のあの下着姿および水着姿を描いているような気がしなくもないんですけれども。でもさ、これさ、気づく人は気づいてるよな。まあ、さぎりちゃんだと気づかないにしろ、多分女の人だっていうのも気づいてるよね。仕草とかも含めて大人じゃない、しかも現役本当に中高生ぐらいの女の子だってバレてるんじゃないかな。おっさんだと思ってる人も何人かいるっぽいけど、まあさぎりちゃん中身がおっさんすぎるからな。でも可愛すぎる、そういうところが可愛すぎるんだよな、マジで。いやね、僕も本当にアニメリアクターおよびアニメオタクとして、あの、あ、これ村正先生の表情変わったの8話からでしたねっていうところで、もう数あるヒロイン見てきたと思うんだよ。本当に本当に、それこそ本当にね、吐くほど見てきたと思う、摂取しすぎて。だけどそんな中でもさぎりちゃんマジで上位に来るくらい可愛いね。本当にね、このキャラパワーの凄さっていうのはえげつないっすよ。いや、魅力的で好きなのはエルフ先生だったり村松先生だったりあるんだけど、なんかこと可愛さっていう、なんかそういうのを計りにかけたらさぎりちゃんかなり上位に来るよな。あ、すいません、あ、行きます。何なんだろうね、これ。声優さんのあれもあるんだろうけど、まあ、ひとえにさぎりアニメーターのおかげかな。あら、ありがとうって、可愛くて好きだなって思ってたんです。あら、お友達フェスティバルのために、え、ってことはもう、あ、そうか、モデルになってほしいってことか。あら、2巻発売の後、あら、
かわいすぎる。このうん、はい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 、あなた、あ、大変、あら、あー、体験と、やばいやばい、取材という面々で、でもそうだよね、でも全てのストックはさぎりちゃんにかかってるよ、この後の何、続刊、続刊2巻3巻以降の展開は全てさぎりちゃんベースだからな、やっぱり。あら、さて、僕も疑似体験しよう、こうやって自分で。うわぁ、ダメだ、ブリーチしすぎてバチバチ。いいなぁ、サギリちゃんの髪は綺麗なんだろうなとか、すごい気持ち悪い妄想。やばい、これ何ですか、唇、唇ドッキングワンツージャンゴ。あら、あら、ありがとうございます。ラノベ主人公、あのバチバチにラノベ主人公です。いいな、このちょっと裏返ってんの、すごいな。撫でられてどういう気分でしたか、さぎりちゃん。あら、かわいい。頭撫でただけで。あら、国光さん。あー、撫でてみたらどうとか、多分アドバイスを受けたのか。あら、いらっしゃい。がっつりティータイムしてるな。またクリスさんが来るよ。すごいな、献身的に尽くすね。将来の、え、すごい強引だな。うん、なんか音が聞こえた。うん、あ、言ってないの、やばいな、大変なことになりそう、村松先生。あら、ああ、そう、これがあの結果なのか。あの、あら、ああ、さて、あ、やばいな、ちょろすぎるこの子。いや、とんでもない試練を多分。あら、あら、こんなもの。あら、完全にハレンジモードだけど、そうね、遠巻きに、遠巻きすぎるけどな、六神灯ぐらい遠い。あら、やばい、やばい、圧がすごい。やばい、エルフが屈してしまった。っていうか、いちいち着物脱いだり着たりしなきゃいけなくて大変じゃない？やばい、今息が、今喉に空気の玉が詰まって死ぬかと思った、本当に。お兄様早く早く出てってって、私以外のは見ちゃダメっていう話なんですか、どっちですか、それはすごい迷うところではありますけれども。さて、まあ、完全にやばいやばい、完全に変態となってしまっている。ただ幼少期からなんだよな。
手を黄色。さあ、緑、赤、青、チェック、ワンツー、チェック、ワンツー。そうね、布面積が多い服ばっかり着てるもんな、村正ちゃん。さて、すごいな。でもめちゃくちゃ取材になりそう。でもこれ改めて見ると、でも書いてなくないか。大丈夫か。でもこうやって周知させるのを楽しんでるかもしれない。めちゃくちゃ絵の勉強になりそう。すごいな、これ究極的に。でもすごい勉強になりそう。なんかどんな体勢になるとすごいな。でも二人とも体幹がえぐいな。あ、表情まで。服もう脱ぐもんない。え、やばいやばい。あら、トメちゃん。あら、やばい、複雑な気分になってる。今出たい。どうすんだ。そのままは無理、そのままは無理。さて、ありがとう、ともえちゃん、いい子やな。やった。でもこれ、あら、いい顔しちゃって、かわいい、嫉妬深い。あれが世界で一番かわいい妹です。うん、うん、あら、はいはい。あー、なんか好きな人がコミックにしてくれたりしたのか。あはははかわいいな、ともえちゃん。かわいい。後ろのさひりちゃんがかわいすぎる。すごいな、正宗かけるさぎりのエロ。あ、すいません。 あら、江戸同人でも。あら、もう見えてる。あら、いや、もう遠巻きに見てわかってる。まあ多分上がったら、多分今上で大物作家2人がとんでもないことになっていることがバレてしまうからな、トモエちゃんに。あ、でもトモエちゃんに合わせたいな、村松先生とか。今とんでもないことになってるんですよ、もう二大作家であるエルフ先生と村松先生が。はいはい、うん、はい、はい。いや、これ遠巻きなんだよ。ともえちゃん魅力的だな。こんなに魅力的でもさぎりちゃんがパワー続け。あ、やばいやばい、嫉妬の塊、やばい、嫉妬が歩いてる。あいや、多分世界で一番エロい妹になってる。すごいな。まあでもちょっとかわいい、かわいい、ぐずってる、かわいい、かわいすぎる。あの、それ大きな声、近所にちょっとあのあれしちゃうんで、ちょっとすいません。クッコロ状態、すごい耐え続けてる。お、やばい、かわいすぎ、やばい、なん、すごいな。そうね、エロ本の守護神。でもなんかもう、でも小さい頃からだったもんな。パンツ舐めたいとか言ってたもんね、この子。やばいよな、大概。やばい、エネルギーが。すげえな。
この子すごい。実際に見たものしか描けないってことはもう正宗の正宗、あーなんもないです。あらで、すごいことになってる。あららら、ら崩れた。これがフェスティバルですか。はい、すごいな、大物作家3人第2弾。あらすごいなすごいな、本当に周知も減ったくれもない。名前を付けた理由が納得いくレベル。エロ漫画先生のエロ漫画。あらさや、あら完全になんだっけ、ヨスガの空、ヨスガの、びっくりした、これモザイク、あ、モザイクだよね。あこれいいんですか。やばいやばいやばい、そうね。でこれそうだよね。あでもこれって作中なの作中だとどうなんだろう。でもこれ偽枚そうね、エロ漫画を描くエロ漫画先生。そうねスタモザイク。お？おかしいのが？あ、正宗の正宗が正宗してってなる。あの男の解剖学の本を読んだ方がいいって言った方がいい。いいいい声で言うな松岡さん。人体の解剖学的に陰茎の、あ、やべ、すみません。やばい。おう。やばい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 、これ読ませていい？中学生だよ。R18 って書いてある。全員中学から下。そうね。全員 R18 なんで18未満ですよ。大丈夫ですか？うん。あ、いや。そうか、クリスさんを見てないか。だから人体の解剖学的に、解剖学的に、あ、それはそれでいいと思う。やばい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 、あら、デーモン脱がされた時に見るのは、一番最初に見るのは村松先生なんでしょ。わかってる。やばいな、松岡さんのフルスペックが。さすがにね、多分中学生に、中学生に全裸を見せる、あれはあれしてるんじゃない？めぐみん？あ？めぐみん召喚？でもめぐみんって、あ、そうか。かわいい。めぐみん、お姉ちゃんなんだ。ちょ、召喚したいんだけど。言い方。うん、あそう、あなたじゃないと無理なんだめぐみん。あ、そうですよ。そうだ、やばい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 、あと少しだ、やばい、見てる。
ノリだ、あ、やばい。そうね、男の子、本当に男の子だね。男じゃなくて。さて、彼氏、うん、お、かわいい。あら、男児。あ、やばい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 、ほんとよ。で、あと2つの意味で中学生と付き合うだ、あの男子大学生はかなりやばいんで、あの別れた方がいいです。お、なんだ村松先生、わお、ゴツゴツ絵も描けんのか。お、わお、ダビデ像、それが一番手っ取り早いな、確かに。確かに。そうね、ダビデ像。アダルトラノベ作家。やばい。まあ。あら。完全に、完全に村松先輩、村松先輩が飛び火すぎるな。一番成功法で。そうね、楽しそうだったことは間違いない。すごい格好だな、これマジで。あの、これ世間に出回ったら、あの、逮捕されるよ。よかったね、さぎりちゃんが中学生で。本当に。ああ、いい子たちだね。いい友達ができたよ。あら。いい、でもいいトリオだよね。この中学生トリオ。あら。かわいい。あら、成長した。知らない。でも、そうね、政宗としても安心だよね。もうかなり成長したね。ずっと閉じ込まってたら終わってしまった。とんでもねえ最終巻だな、これ。おい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 。とんでもねえ、とんでもねえ。やばいな、これ、解剖学的な、解剖学的に生殖器の位置がどこにあるかっていうことを語るあの最終回でした。はい。いやー、これ、いや、2期どうなるんだろうね。気になるね。脚本。あの、作者さん、やっぱり調理の仕方を分かっていらっしゃる。さあ、アドレナリンがファーストテイクにもね、収録されたんでね、2期来ねえかな。ここで2期来たらマジで俺引き凶を名乗っていいんじゃないかと思うんだけど、でもこういうこと言うと来ないんだよね。まあ多分まだ決まってないから仕方ないね。あと多分5年ぐらいは多分サギリアニメーターが決まらないと思うんで、まあ2期は待ちたいところではある。可愛すぎるなぁ、さぎりちゃん。ちょっと待ってよ。本当にね、今まで見てきたヒロインの中でね、結構、本当に、まあ、5本指上げろって言われたら、5本指上げられないんだけど、みんな可愛いから。でも、お、確認、1チェック、ワンツー、確認、ワンツー。何その最後の特殊エンド。はい、というわけで見終わったわけなんだけど、ちょっとさぎりちゃん可愛すぎませんか。
ちょっと可愛すぎるなマジで。っていうかめちゃくちゃな最終回ではあったんだけど、それはそれでなんかこの作品の味って感じがしてめちゃくちゃいいよなっていう雰囲気はありますね。本当に素晴らしいなというふうに思います。見ててすごい楽しかったなっていう、そういう感想しかないし、これからもなんかこのドタバタな日常を見ていたいなっていうふうには思うかな。でもさなんかちょっとなんか2期を待ち望む人が多い理由はわかるな。2期欲しいねこれね。いやーごめん、僕が引き強だったらもう多分この段階で2期は決まっているんだろうけど、まあまだ待つ必要があるし、まあサギリちゃんが魅力的すぎるからね。サギリアニメーターが決まるは多分あと5年は多分バトルロイヤルしてると思うんで、作画班の皆様が俺がサギリちゃんを描くんだ、俺がサギリちゃんを描くんだっていう風にもう今戦争状態ではあるので、まあそこら辺はね、まあ解決するまで待つしかないのかなっていう風には思いますけれども、でも面白かった、めちゃくちゃ楽しかった。いやすごかったな、最高でしたね本当に見てて。なんだろうねこの明るさっていうか、やっぱり、まあ、全てのこの作品の肝はサギリちゃんの可愛さに詰まってると思うんだけど、サブヒロインも魅力的だったし、いやでもやっぱりエンディングでも話したけどサギリちゃん可愛すぎたな本当に、それはすごい思うね。やっぱり今までやっぱりいろんなヒロイン見てきた中でトップクラスだと思うし、まあ5人あげろって言われてパッと5人出てくるかって言われたら出てこないし、その中にサギリちゃんが入ってくるかって言われたらわからないところではあるわけですよ。好きなアニメあげてって言われたらね、すぐ出てこないのがオタクなわけですけれども、ただやっぱり可愛かったヒロインの中でサギリちゃんの名前が出たら、多分誰しもこのエロ漫画先生を見た誰しもがあー可愛かったよねってなるくらいには、もう多分そんぐらい記憶にバチクソ残ってくるキャラだなっていう風には思うかなっていう感じはあるよね。まあぶっちゃけサギリちゃんに関しては今も語り継がれてると言ってもいいくらいなヒロインだと思うんだけどね。この時代でもやっぱりサギリちゃんうんぬんって言ってる人はいるだろう多分。なんか可愛かったヒロインあげてって言われてパッとあげられる人の中でもサギリちゃんをあげる人はいるだろうっていうくらい、サギリちゃんの可愛さが際立ってたね。このさ何なんだろうね。でも多分これはやっぱりキャストの藤田さんのこの素晴らしさっていうのもあるんだと思うんだよね。この絶妙な、なんかさ暗いんだけどこの声を張り上げた時にさちょっと裏返るじゃん、あってなるじゃん、こうあれなんでもすごいな、男だから表現難しいんだけどさ、このキュッなんかなんだろう、絞るような声がすごい可愛くて、素晴らしいなっていう風に思うし、そんな中でもやっぱり仕草とかもめちゃくちゃ可愛いし、でギャップもあって、でなんかこうね、装飾者モード、何エロ漫画先生モードになったら見境なくなるとか、なんかねどの要素食っても可愛いんだよな本当に。どこつまんでも可愛いのよ本当に。どこをつまみ食いしても可愛いしか残んないのよこの子。それがね本当に半端ねえと思うマジで見てて。素晴らしいの一言に尽きるよねマジで。本当にそれ、本当に素晴らしいの一言に尽きる。もうどこを取ってもサギリちゃんは可愛い、弱点がない本当に。もう中学生ってことぐらいですよ弱点が。いやでもなかなか恐ろしい最終回でしたね。山田エルフさんのあんな姿や村正先生のあんな姿、あられもない政宗の姿もいろいろとあると思いますけれどもね。そういうテーマで最後を迎えると思わなかったし、最後までしっかりめぐみはなんか若干恥ずかしめられる感じになっててまた可愛かったなっていうところで、なんかやっぱりなんだろうな、それぞれの魅力がなんかでもなんだろう、やっぱり一期しかないことによってそれぞれやっぱり魅力的なヒロインがいるんだけど、なんかまだフルマックスで魅力が発揮されてるキャラっていうのがいないのかなっていう雰囲気もあるよね。ともえちゃんとか超可愛かったじゃんマジで。お嫁さん、いやなんかさ、なんかちょっと遠巻きで行ったりとかさ、憎らしいじゃん。ああやって金目当てかよとか言いつつ、ああいう風にごまかしつつ本心を話してるわけじゃん。ずっと応援してて、嫌いなわけないんだよ、政宗のこと。大好きなんだよ。やっぱり。だってああいう風に本屋のさ、ねえ、娘さんがああやってね、コーナーを用意してくれたりとかして、いろいろとよくしてくれてるわけだもんね。でもやっぱりサギリちゃんが強すぎるせいで、勝てないんだよなサギリちゃんにはっていうさ、この絶妙だよね。この子ヒロインめっちゃあっちいじゃんと思っても、いやでもサギリちゃんがいるんだよな、強すぎるんだよなサギリちゃんってなる、このもどかしさがまた楽しいっていうところでもあるしね。もっともっとともえちゃんだったりね、めぐみんだったりのこの引き出しをもっと開けられると思うし、なんかやっぱりまだね多分キャラクターの
魅力、まあさぎりちゃんに関してはもうほぼほぼ見せ切って、でまだまだあとはもうこっから上がっていくばっかりっていう感じなんだろうけど、なんかやっぱりね、エルフ先生だったり村正先輩だったりめぐみんだったりともえちゃんだったりはまだ引き出しある気がするんだよね、正直。なんかね、やっぱりなんかやっぱりいろんなキャラが出てきたからこそ薄まっちゃってる感じがする。うん。だから2期やればもっと好きになるんじゃないかなっていうふうにも思うし、なんかね、まだやっぱりデジロが少なすぎて、なんか魅力をキャッチしきれてない、魅力はキャッチしてるんだけど、なんかもっとできるだろうっていう気持ちになってる。なんで2期やらないんだろうね、本当に。うん。2期やってほしいな、マジで。なんか、ここで終わるのもったいなくないっていうふうに思うよね。だって、十分、エルフ先生も村正先輩も、魅力は出てきてると思うけど、多分まだ出ると思うんだよね。多分、デジロの分だけ、出た時間、出演した時間の分だけ、そのキャラの魅力がどん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 出てくる作品だから、やっぱりね、サギリちゃんはやっぱりいっぱい出てきたからすごい魅力が伝わったけど、まだね、多分僕がキャッチしてるエルフ先生の魅力だったり村松先輩の魅力だったりっていうのは3割にも満ちてないんじゃないかなっていうふうには思う。うん。だってまだあってちょっとだぜ。うん。いや、気になるな、これ2期やらない ?2 期やらないっすか?もう、だってトライセールだよね。トライセールのアドレナリンが。ファーストテイク出たならさ、もういいんじゃないですか ?2 期あっても。うん、コメント欄見たけどさ、コメント欄にさ、アニメのタイトル一切出てないの超面白かったんだけど。なんか、なんか、こう見たんだけど、うん、コメント欄をチラッと見て、2期を期待する人いるだろうなと思ってバーって見たんだけど、うん、一切ね、アニメの名前を出してる人がいなくてマジでおもろかったな。いや、でもあってもいいんじゃないですかこれ。これでも伏線だと思うんだけど、どうなんだろうね。うまくいくのがね、うん、複雑なところではあるんですけど、僕としては全然希望してるし、まあもう、ねえ、もうなんなら、やっぱりクラシックリアクションシリーズで取り上げた分、早めに来て、俺は引き気を出せって言いたい。俺がやれば、僕がやれば、みんなが望めば来ている。うん。でもまあまあまあ、僕が見れば来るみたいな話をしたけど、まあ僕が見るっていうことはみんなが望んでるっていうことなので、うん、まあ2期の可能性が高い作品を見まくってるっていうところではあるので、まあ2期の可能性は高いのかな。はい。もう早く、サギリアニメーターを決めてください。制作陣の皆様。はい。というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思いますので、クラシックリアクションシリーズアンケート部門第25弾もありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかった。最初はなんか設定に飲まれていったけど、どん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 キャラクターの魅力にこうハマって沼にはまっていった。そういう感じの、なんか、本当に、もう本当に沼みたいな作品なので、ちょっと2期を楽しみにしたいなっていうところで、今回はこんな感じで終わろうと思います。クラシックリアクションシリーズアンケート部門第26弾に関しましては、これを撮っている日に決まりました。第26弾は、ホリミアに決まりました。ホリミアに決まりましたので、見ていこうと思います。さあさあさあ、もうラブコメに次ぐラブコメっていう感じなので、もうクラシックリアクションシリーズガンガン見ていこうと思いますので、ホリミア見ていこうと思います。はい、というわけで今回もこんな感じで終わろうと思います。以上、エロ漫画先生第12話でした。バイバイ。